詩編十八編,編,編は詩編第一巻の中の2つ目の段落ですね2つ目の段落の12から17ここは乱れた時代と腐敗している時代の歌ということで見てました。はいはい、でその時代が終わって約束が成就しますというのが十八編ということです。 詩編の十八編はサムエル記第二の二十二章からそのまま取り出されたものですね。第二サムエルの二十二章というのはダビデの人生が終わるところです。最後の方ですね、うん。そこにこう書いてあります。主がダビデをすべての敵の手、特にサウルの手から救い出された日に彼はこの歌の言葉を主に歌った。 詩編に題がついてるんですけれども題は古くから書かれているものなんですけれども本文ではないんですねだから役に立つときとあれどうかなと思うときがあります、うん、ただしこの十八篇は本文の中にそのまま書いてありますので確かな題です、うんはい、でもこの題がついてなかったらこの十八篇読んであれそういうことなのこれって、うんえー、サウルの手から救い出されたとき えー、なんか洪水から救われてるような、え天から雷鳴がとか結構派手な。激しいですよね,すよねえ。これを読んで、あれ、サウルから救われた時の歌なんだって、うんえー、思ったりしますけれども、はい、ここにそう書いてありますので、えー、敵との戦いをどう考えてたのかっていうことは、 ここういういいととろから分からるものだと思います油注がれたものに手を出さなかったダビデがね、はい、ここまで激しい戦いをしていたんだってことはこういうところを見ると改めて見直さなきゃいけないということが分かりますよね。 ただ18編がその「いろんな敵から救われて特に」って書いてありますねサウルから。ダビデの人生のまあ総集編みたいな感じなのでえ盛りだくさんって言えば盛りだくさんで長いんですよね。ただ大切なのはただ一つ「恵みは絶対に変わらない」と。神様が約束したことは 必ず成就されるんだこれが18編の一番大切なメッセージだと思われますはい「我が力なる主よ私はあなたを愛します」「主は我が岩我が城私を救う者我が神我が頼頼む岩我が盾我が救いの角我が高き櫓です」「主は岩」 と聞いたら、新命記三十二章です。うん、新命記三十二章に主岩、主はい主はこの救いの岩、岩が、まあ、とにかく。えー、たくさん出てきますよね。そうですね、はい。彼らの神々はどこにいるのか。彼らの頼みとした岩はどこにあるのか。うんうん、より頼む岩ですね。我が盾。これは。 アブラハムのところに出てきますよね、うん、アブラハムは我が盾と言いますよねそして我が救いの角これはハンナの祈りのところに出てきましたよね、うん、救いの角その角を高く上げられるこの角という言い方が出てきますがえ、羊の角結構すごいよ ねね、太くて強い、はいえー、力の象徴だっていうのがすごくよくわかると思う、ね、これで戦うんですよねガシガシっていってねこういう角を、えー、想像してくださいね「私は褒めまつるべき種に呼ばわって私の敵から救われるのです死の綱は私を取り巻き滅びの大水は私を襲いました黄みの綱は私を囲み 主の罠は私に立ち向かいました。うん、黄から救われたというところから、えー、この詩編が始まりますそして間にいろんなことがあるんですけど最後まで飛びますねはい主は生きておられます我が岩は褒むべきかな我が救いの神はあがむべきかな神は私にあだを報いさせ もろもろの民を私のもとに従わせ、私の敵から私を救い出されました。誠に、あなたは私に逆らって、怒り立つ者の上に私をあげ、不法の人から私を救い出されました。うん、我が岩ですね。ですね岩で始まって、また救いの岩で終わる。このゆえに、主よ、私はもろもろの国民の中で、 あなたを讃え、あなたの皆を褒め歌います。主はその王に大いなる勝利を与え、その油注がれたものにダビデとその子孫とにとこしえに慈しみを加えられるでしょう、うん。ダビデのこの勝利、ダビデは神様の家を建てたいと平和になったんですよね。ね敵と戦って。 安息を与えられた書いてあるんすね、うん、安息を与えられたその時に主の家を建てたいと願ったんですけれどもあなたではなくてあなたの子孫がと言われたそこですねその箇所で私の恵みはサウルから取り去ったようにあなたからは絶対に取り去ることはありませんあなたの王座は常しえまでも固く立ちますとその恵みは絶対に取り去ることなし その約束の通りにしてくださったというのがこの18編の結論のところになっています18編は救いの岩で始まってまた岩で終わっている詩編なんですけれども12編から17編までと18編が並行しているんですね12編から17編までに書かれていることが18編で解決しているような形,でねしてる形になっていますので 十二十三十四十五十六十七という詩編の区分がそのまんまどうも十八編を見るときの概略になっているようです。出だしは十六編。十六編ですね。うん、読みに捨ておかず、うん、墓の穴を見せないというようなことが書いてありますよね。十六、うん、編で復活の支援でしたよね。読み詩詩の綱 えー、このようなものから救われるより頼むものを死から救うこれが16篇でしたけれどもこれが18篇の出だしになってますそれで終わりの今度、えー、我が岩をほむべきかなという方は17編なんですね、うん、17編ですね、えー、17編国々がいっぱい出てきましたよねた敵の国々からまあ救ってくれるですけれども、はい まあ恵みによって救われる約束の通りに救ってくれるこれが17編だったということになりますのでこの結論は17編の部分になるんじゃないかと思います。でこの「岩に囲まれた中」6節から45節ですね。までこの箇所について次に見ていきたいと思います。 御言葉に生きる聖書人が生まれ増えていきますように菅野和彦ひろみでした。